こんにちは、あゆなびの時間です。今日私は所沢市にやってきました。2021年の5月の終わりに所沢桜タウンの隣にヨットコーという施設ができたそうです。埼玉西部エリアのものがたくさん置いてあるということで気になってました。今日は所沢に来たのでヨットコに寄っとこうということで早速行ってきます。ヨットコに行く前にちょっとだけ所沢桜タウンをぶらりしてみます。こちらは角川武蔵野ミュージアム。芸術的な本がずらーっと並んでいます。一日ゆっくり巡ってもとても見切れないですね。プロジェクションマッピングもありました。とっても綺麗ですよ。1階にはお土産屋さんがあります。近隣の美味しいものや芸術品などが並んでいました。そしてお隣、武蔵野樹林カフェに行ってみました。こちらでは月替わりでいろんな狭山茶を楽しむことができます。他にもいろんなメニューがありますので狭山茶と一緒に楽しんでください。こちらはアニメの聖地としても人気があります。血の輪くぐりも発見。令和神社です。そしてヨットコへは桜タウンから連絡通路がつながっています。ここを歩くとそのままヨットコに行けます。こちらが所沢市観光情報物産館ヨットコ。所沢市を中心に近隣のお土産がずらっと並んでいます。プレゼントになる商品からお酒、農家さんの一品や美味しいお菓子、調味料、とにかくたくさんの品が集まっています。ところもかわいい。そして狭山茶ラバーの私には嬉しい狭山茶コーナーもあります。ずらーっと狭山茶が並んでいるのでその特徴や味など比べてみるのもいいかもしれません。ジャケ買いでもいいですね。そしてじっくり品定めをしたら隣のジゴナカフェに行ってみましょう。こちらでも地元のものを使ったさまざまなメニューがいただけます。
私は狭山茶ラテにしました。とっても美味しかったです。はい、ということでヨットコは所沢市を中心に近隣のお土産がたくさん並んでいました。私の大好きな狭山茶もずらーっとあったので、ぜひ皆さんも来てみてください。私は埼玉県西部エリアの魅力を発信しています。よかったらチャンネル登録をお願いします。